アメリカ自然史博物館はニューヨーク市マンハッタン区アッパーウエストサイドにある科学博物館。動植物、鉱物など自然科学、博物学に関わる多数の標本、資料を所蔵、公開している。1869年に設立され、現在1200名を超えるスタッフを要し、毎年100を超える特別野外探査を主催している。 20世紀初頭の自然史博物館1869年の設立当初はセントラルパーク内アーセナルビルディングに置かれていた。1874年にはマンハッタンスクエアの大部分を占めている現在の施設が寄港された。この場所におけるランドマーク建築になっており、その敷地は南北方向では西77丁目と西81丁目とに区切れ、東西方向では コロンバスアベニューとセントラルパークウェストとに区切られる。セントラルパークウェストとは、セントラルパークの西誕とアッパーウエスト、サイドトータントに挟まれた通りの名称のことで、北はフレデリック・ナグラスブールバードに伸びていき、南は八番街に伸びていくので、それぞれの名で呼ばれることがある。館内の標本展示正門は、巨大なローマ風バシリカに通じているが、 そこにあるアロサウルスから我が子を守ろうとして、後ろ足で立つバロサウルスの骨格標本は、展示全体の中で際立っている。本博物館は、アフリカ・アジア、北、アメリカにおける、哺乳類のジオラマや、海洋ホールに吊るされた、白長スクジラの実物大模型や、北西海岸部のインディアン民族である、ハイダ族が作成した64フィート町の、彩色彫刻戦闘用カヌーや、 世界最大のブルーサファイアであるスター・オブ・インディアで著名である。あるフロアでは全体の周辺部分が世界的に有名な恐竜群を含む脊椎動物の進化に当てられている。本博物館は人類学上の収集でも結失しており、以下のものがあるアジアの人々のホール、太平洋の人々のホール、アフリカにおける人のホール、アメリカ・インディアン由来の収集物、 そして、メキシコ及び中央アメリカからの収集物。アメリカ自然史博物館に縁が深い著名人としては、長年に渡り理事長であった、古生物学者研究室学者のヘンリー・カイ・オズボーンや、ゴビ砂漠の恐竜ハンター、ロイ・チャップマン・アンドリュースや、文化人類学の先駆者、フランツ・ボアーズ及びマーガレット・ミードがいる。日本研究の先駆者で、 お札博士として知られるフレデリック・スタールもここで地質学の学芸員をしていた。日本人の研究者としては国立民族学博物館の大田新平が兼任として所属している。本博物館への著名な講演者の中には JP モルガンのような人もいる。アメリカ自然史博物館のヘーデンプラネタリウム本、博物館に連結しているヘーデンプラネタリウムは 現在では、ジェームズ・スチュワート・ポルシェクの設計になる地球宇宙ローズセンターの一部として、休憩のスペースシアターを包んだガラス製の立方体の中に収容されている。このセンターは2000年2月19日に開業した。館長は天文学者、ニール・ドグラース・タイソン。本博物館は一般個人会員に対する55ドルから講演者に。 対する750ドルまでの会費による広い範囲の会員種別を設けている。様々なオンラインサービスが可能である。ニューヨーク市地下鉄、ING8 番外線81丁目、自然史博物館駅から東博物館まで連絡通路が整備されている。特別研究プロジェクトが存在する分野。ありがとうございます。